よし。一度きりの人生だし、会員一人旅でもやろう。こんなシワシワなやつ一人旅か。いいじゃないか。この顔に刻み込まれた年輪の分だけ苦労がある。まあこいつにいくら苦労があったところで一人旅をする理由にはならんけどな。まあそんなこと言ってても仕方ない。そんなぐちゃぐちゃ言っていても、そんなことをぐちゃぐちゃ言っていても仕方ないけど、こいつこんなやつをわざわざ、こんなやつを倒す必要あるんか。まあでも一応初陣だからな、記念すべき。すごいダメージだった今、777。意外とこいつタイマンに向いてるのかもしれん。タイマン専用、タイマン専用能力なのかもしれんこいつは。よし、マレッシャーまで来た。レベル13、結構上がったな。結構上がったみたいな。全然戦ってねえんだけど別に。まあいいだろそれは。そんなことをぐちぐち言ってても仕方がない。ミスリールチールド、まあいいんじゃないか。アクセサリーどうしようかな。まあブラックベルト、ブラックベルトにハイパーリスト、ハイパーリスト意味ないんだっけこれ。てか俺この力の意味をさ実感したことは一度もないんだよね。まあリボンでいい。あ、リボンいいな。リボンじゃん。そうだ、リボンつけよう。このスイッチを押せば列車は止まるはずだ。私の走行を邪魔するのはお前たちか。そうだ、破壊の汽笛。俺がステータス以上だから有効でしょ。リボンは、リボンがあってよかった。死体が動いて、おっさんの役になかなか悪くない。セイントビーン強そうだな。強い。これちょっと回復した方がいいか。セイントビームが来たらちょっと防御の感じだな。魔界の汽笛だったらいいけど、別にこれブラックベルトつけてるわ。ではな、じゃあこれ前やった方が良かったかな。あ、これも回、あ、そんな感じなんだ。一回一回にその一回煽ってきたらいちいち煽り返す感じで。そいつありがたい。じゃあ極論ハイポーション使ってれば勝てるところじゃん。ブラックベルト、リボン、ブラックベルト、ハイポーションでもう終わったな。こいつはもう終わったよ。お前投了してくれ早く。ブラックベルト、リボン、ハイポーション、この3つでマレッシャー終わる。投了してくれ。粘るね君。その粘りはどこで得たんだお前。もういいや、倒せるやろこれで。結構食らっちゃうな。よっしゃ、しぶといな結構。体力いくらだこいつ。まあ一回しよう。なぜか知らんけど金が2万5000ぐらい、金がむちゃくちゃ溜まってる。まあ金はむちゃくちゃ溜まるもんか。一人しかいないわけだから。弱い。いや、リボンだな。リボンが強かった。さすがはリボン。てかリボンがないと無理に等しいんだけど。あってよかったよ。よし、リゾーパス。こいつ結構火力高かったような気がする。まあでもそうだな、こいつも殴ってくるんだったらブラックベルトでいいか。てか大体ブラックベルトになるな。まあ別にいいか、大体ブラックベルトでも。人生そういうもんだ、大体ブラックベルトなんだ。エルニーニョ、これ強いのか。エルニーニョ240は強い。まあしかし1体しかいない以上、ハイポーション、ブラックベルト、ハイポーションなんとかなるだろう。おそらくは。リゾーパス。よし。今ちょっと危ないかと思ったけど。
そもそもなんだこいつ、何のどう、すごい邪悪なクリオネみたいな感じ。クリオネがあまりに人に見せ物にされすぎた反動で、海の天使とか言われた反動で思わず紫になってしまった。それがリゾーバス。ていうかお前そんな MP が足りないとかなるんだな。そんなこと初めてした。リゾーバスに詳しくなったな。こいつ MP 切れとかあるんだ。初めて知ったよ。じゃあ死んでくれリゾーバス。ていうかレベルが測らずも道中結構適当に上げてきたからレベルが測らずもちょっと高くなってるの。まあここら辺のやつに苦戦するようでは。先が思いやられる、先が思いやられる。よし早速行こう。聞かん、お前だけだ。でこれ負けた時レベル上げどうしよう。レベル上げできねえよ。結構前まで戻らんといかん。まあ何としても勝たねば。よしこの布陣で行こう。これどうやって避けるんだっけ。これ倒さなきゃいかん。これ一人一人倒さなきゃいかんか。まあいけるだろう。なんだかんだでこのブラックベルトとハイポーション、しかも40個くらい買ってあるから、ブラックベルトとハイポーションの組み合わせかなり鉄板だろ。今のこれを打ち破れるものはね。って待ってよ、2対1なんだったらあれ使えばよかったじゃないか。なあ、クーを使えばよかったじゃないか。必殺剣、そうだ、俺にはクーがある。私にはクーがあるんだ。そうだ、あれを使うべきだった。ブラックベルト、ブラックベルト×虎徹、もう勝利の方程式が出来上がってる。カイン最強でしょこれ。これ最強やろ。ブラックベルトかける、ちょっと待って、これこの間も動いてるかも。動くなこれ、どけー。まあいいや、殴ってこう。レベルも上がるし、そもそもこのレベルじゃちょっときついんじゃないか今思ったけど、いくらブラックベルトがあるという。まあこれ4倍になるからさ、1人しかいないと。というより4人いる 4分の1になるんだよ、それぞれ。だからこれでいいんだよ。むしろこっちの方がいい。まだボコボコに殴られて。とにかくハイポーションを食えよお前。主食ハイポーションだお前。好きなもの。ハイポーション。ブラックいけ。ブラックベルト一番最初に手に入るくせに。高性能すぎるだろ。これがないと始まらん。これがないとだるすぎるわ。ブラックベルトがないと。よし、これがあることによって武器が強くなることの意味が何倍にもなるの。ほっといたらどうなる、来る、やっぱそうだよな。ボス総長、俺最初右のやつがボスかと思った一時、なぜか知らんけど右のやつはボスで左のやつが総長左の犬が総長だと思って、なぜそんなこと思っていたの。思ってたっていうか深く考えなかったんだよな。深く考えずに右がボスだと思って。なんで復活するんだよ今。誰がドラゴンボール使った後ろのやつ。なぜあんなやつをドラゴンボールで。なんていいやつらなんだ。ラディッツは生き返らなかったのに、こいつは生き返らすんか。飛びつく。なんだ。ボスへ。やばいぞボス。ボス。あぶね。食い殺されるとこだったボスに。さすがボス。てか牙強えな。牙無双じゃねえか。なんで復活すんだよそいつが。おかしいだろ。足まで2個使ってしまった。ボス。もう容赦せんぞお前。必殺剣クーや。俺のクーを見せてやるぜ。
クーは相当強いからね。クーがもうメイン武器まである。っていうかクー以降のやつを使うんか。おい、そっちに使うな。クーを、貴重なクーを、もったいね。クーがメインエポにやると基本的に、基本的にクーと牙しか使わない予感がする。前ぐらいで使うから。やめよ、ヘルズハーレ。こいつこそクーだろ。お前にクーの威力を見せてやるぜ。これは堪能できる予感。クーをシルバーランスクーもクソもねえな。お、あ、ここからになるんだ。そうなんだ。じゃあもうちょっと仕方ねえ。もう掃除しねえとダメだこれ。開演結構長くなるぞ体調が悪すぎる。待ってくれ、開演は何でも生き返るぞ。おい、お前、おバカ、逃げろよ。お前人形じゃねえか。ほらロック、逃げろ。お前逃げられない、死ぬのを待ってくれ。そこで俺は酒を飲んでるから。自分で自分を殺すことはできない。俺はそれ、ロックだって生きてるわけだから。自分で自分を殺すとこないんだよ、そんなの。生き物の冒涜だから、それは。それは反してるんだよ。ロックは死んだ。不可抗力的に死んだ。総長、おいなんで今回挟まれるんだよ。さっき挟まれてなかったのに。まあ、仕方ない。これもうハイポーション使うしかあるまい。ハイポーションを使うしかあるまい。ハイポーション食え、お前なんということだ。こんな背の高い男子に花より団子じゃねえか。花より団子、4人の S4 に囲まれてる。振り上げるな、お前は。おい、2回攻撃、振り上げるなよ。振り上げたら終わりだぞ、お前。よっしゃ、危ねえ。振り上げる前になんとか倒したな。なんとか倒さないとこいつな。てか全員倒してもらったらまずいぞ、これ。侍の意地を見せろ。4人がかりで、よし、それでいい。なんだ、バウンドハンターなるものが。バウンドハンター。一体どのような力が。普通の犬だった。犬でいいんじゃん。バウンドハンター。噛みつく。ペッ。強い。これがバウンドハンターの力。あ、しかもブラックベルトで反撃できないかもしれない。バウンドハンターていうかポーションが、ポーションがどうなってしまうぞ。うりゃうりゃ、よし、回復しといた方がいいかな。回復しといた方がいいよな。ていうか俺さ、ケチってポーションこれ、次経験値いくつ？レベルまで。あ、1171か。なかなかいい。まあそうだよな。4倍になってるわけだから。なかなかいいペースだなっていく。そうだな。ヘルズハーレーめっちゃ強かったから、ちょっと上げてもいいかもしれない。これは、ヘルズハーレーを、ヘルズハーレーの後ろがさらにいるからね、一人。しかしまずは俺はヘルズハーレーを倒していかんといかん。そのためには海炎、お前は強くなれ。お前強くならねばいかん。おお、いいぞ。それこそブラックベルト。ブラックベルトいいっすね。なかなかいいっすね、ブラックベルト。ブラックベルトがなかったらもう何もできん。まあ基本雑魚戦はブラックベルトだ。ハイポーション、バナーを守れ。お前が守るしかないんだ。ちょっと3も使ってみるか、お遊びで。もうこれは道楽の領域だ、これ3から。3から。あ、でも思ったより早かったね、たまるの。まあ、こんぐらいだったら、なくはない。お道楽。そうかもしれません。こんな道楽をしてる暇あるんか。この、一か八かのこの、戦いの場合に、こんな道楽。してる暇あるんか。ふりゃ、振り上げる、振り上げるな。何だそれ、振り上げる。死ぬ前のやつか。
振り上げるんじゃねえ、振り上げるんじゃねえぞ。もういいんじゃねえのかこれ。もういいだよ、まあ、でもこれ全員倒さないと多分ね、もう間に合わないんだよ。全員倒さないと。なんだアーマーが出てきた。アーマーこれは痛い。まあでも大丈夫。問題は総長が振り上げないかどうかだ。振り上げるなよ。おい視聴性が見えてきた今の一撃で。おいコンボをつなげるのお前、窓をレーザーに。おお3、どういう状態だ3。死ぬ直前じゃねえか。管が巻きつかれてる状態で振り上げるんじゃねえぞ。ハイポーション、あでもこれ牙使ってもよかったかな。おい何度でも蘇る私は。お前邪魔だ、そこの野生児。ここにいる。さあ入ってみて。俺あんまり攻め込まれたら終わりだからな。頑張れお前もうちょっと。おいめちゃくちゃ来てるじゃないか。弱い。いやもうレベル上がってくれ早く。レベル15、1レベルが重要なんだよ。全てが上がるからな。ブラックベルトの一発の殴りも上がるからさ。欲しいぞこのカタルシス。何気に打撃通常攻撃めちゃくちゃ強いよなこいつ。まあそりゃそうか。虎鉄を得てるからな。虎鉄という利を得ている。ちょハイポーションがもっと買っておくべきだった。99個、もう結構高いんだよなあれ。300ゴールドだから。これでも結構買ったものなんだよ。これ大丈夫かな。これポーションの方が良かった。ポーションの方が良かった。振り上げるなよ。振り上げるんじゃねえぞ。よし、前回振り上げたおかげで大変なことやったんだ。今回振り上げてないから大丈夫。よし、よし、これいい。よし、なんとかヘビーアーマーを制した。ヘビーを制したぞ。おりゃ一騎打ちってわけかい。ヘビーよ、お前は牙だ。牙、おい、牙でも。牙でさえも。これも倒した方がいいな、牙で。俺の牙くらい。そう来ると思っていた、なんとなく。しかし、何度でも戦う。復活。これやられたらおしまいじゃねえか。もうやられんぞ。もう絶対ハイポーション以外しねえからな、俺は絶対に。もう私はハイポーションしかしません。あいつが出たら、ヘビーアーマーが出たら。てか、ハイポーションのレベル大丈夫かこれ。それは何でも。大丈夫か。いや、これ防御した方がいいんじゃないよとして。なあ、こんな一回、チンケな一回行動するよりはさ。防御した方がいいでしょこれ。どうせ反撃 100% 反撃マンじゃん、こいつ。100% 反撃おじさんでしょ。100% 反撃おじさんなんていいでしょ。反撃せえよ、お前。よし、防御だ。これでいいでしょ。ほら、防御しつつ、振り上げるのは、まあ、でもその振り上げも。おお、これじゃ。これをするべきだったじゃん、わしは。ほら。で、防御しながら一つやったらどうなる？まさか。これは。あよ、なんかしてこいよ。うん、防御は継続している。これは。しかも新たな必殺剣を。次々と。おい、ヘビーアーマー終わったぞ。俺は防御必殺剣という最強奥義を今編み出したことだ。お前などの目的ではないよ。みだびに渡る勝負人。なんでボスになってんだよ。まあいい、俺は防御だ。防御必殺剣という荒技を手に入れたぞ。これで必殺剣効力は2倍、効率は2倍にするぞ。飛びつく。ふっ、愚かな。試してやるぜお前で。まい、これは今浮かした海炎。弱い50歳。お前いくつだ、お前いくつだ。71じゃねえか。シワの量がすごい。まあポーション使っとくか。
もう全員倒すよ、分かってる。バウンドハンター、まあ防御でいいか、全部防御でいいよ。いや、この防御と必殺剣の組み合わせマジで、俺は稲妻に打たれる思いだ。これはチャージは始まっているぞ。守りの構えを見せて、お前ら終わったぞ。まい防御かける必殺剣イコール死。見つけてしまったようじゃな。使った方がいいな、一応ね。けどもう少ししかないぞ。あと少し、1400。おい、いくらいるんだお前ら。もう行くぞ俺は。ダメだ弱気に駆られている。マジで死ぬもんだって。今までこう積み重ねてきたものが全て消えてしまう。でこの防御はね、もうこの瞬間に防御成立するから。あれしてねえじゃん。しろよおい。あれ、ちょ、構えないとダメなんだ。構えて初めて半分になるんだ。舞を喰らえ。まいや、これマジで強いぞ。舞、舞、これが舞だ。素晴らしい。これもう一上がるか、まあ、もう一ぐらい上げてみるか、まあ、上げてみるかって上がるんだよ、勝手に。勝手に上がるんじゃよ、ボス総長。お前らがやったもん、別に。ただの生身の生舞でもいいだろ。生舞で。なあや。あ、これでもいいな、別に。なあ。てか、これでよくねえか。敵少なかったら。舞がやべえ！なんだ、この超威力。これが舞。ポーション大丈夫か。何をしている。おい、行くな、お前。じいさんを。じいさんつっても多分、海縁の方が年上かもしれんぞ、言っとしたら。開演年上説ある。やめんか、ボス。まいや、これ左から右行く。あ、行く。縦横無尽だな。まいがやべえ、まいがやべえ、危険すぎる。ポーション大丈夫かよ。まいは危険すぎる。しかも待てよ、今気づいた。巻いてひょっとして後ろ後列にいてもダメージ変わらないんじゃないだろうか。今気づいた。だとしたら、おい、巻いはとんでもない可能性を秘めてるってことだぞ。巻いの秘める可能性がすごいことになってる。一瞬で3人を。化け物か。後ろに下げた方がいいんじゃないか、これとして。下げてみますか。売り上げるな、お前。再三にわたり注意してるのに俺は。一向に効かねえ、あいつは。じゃあ、ちょっと下げてみるかい。次のレベルは190の上がっちゃう。バカどもが。これ今、後列ね。まあ、当然ダメージは半分になると。こっちも半分になるけど、しかし、これを見てくれ。おそらくこれ、通常ダメージだぞ。舞は。舞。おお、そのままじゃねえか。これは、高烈舞、高烈防御の舞。やばいぜ。てか別に防御、あんま防御する必要ないな。普通に舞を使えばいいじゃないか。もしくは牙。なるほど、火炎を後ろに下げてこそその実力を発揮する。そういうことですね。そしてさらに強くなってしまったぞ。452。おい、これこいつ最後か。ようやく総長、ようやく全部綺麗になったぜ。ヘルズハーレーよ、待ってよ。ワンパンでぶち殺されたけど終わりやぞ、お前は。何せよこの海炎は舞という必殺技を取得してきた。
終わりじゃぞ。お前貴様には手出しのできん、手の届かん領域まで強くなってしまった。開演シュッシュ、よっしゃよし、もういないよな。稽古は得たな、エポーション買っといてよかったわ。次はもっとたくさん買っとこう。いないな、一応チェック。ネズミがうろついとるかもしれんからな。おいな、お前どっから来たの。もういいよお前、なんでだよ。早く行けよお前、見逃してやる。どうせこれ負けたら上行くだろ。あ、ザル警備かと思ってたな。まあいい、今回は、今回お前こいつ体力多いだろ、1000以上あるよな。ってことは重力技のこのトラ、トラ、ここはトラがいいのではないでしょうか。600、トラ。開演ソムリエが言うにはここがトラがいいらしい。ヘレズハーレにはトラがよくある。そしてあの牙、牙、トラトラ牙、毒斬り、せこいやつ、せこいゆえに弱い。情けねえぞお前ヘルズハーレー。ハーレーよ、弱くなったな。いや、こっちは強くなったのか。開演は強くなりすぎた。さあ行くぜ。ケフか、どうする。いや、どうするも何もねえ。待てよ、これ空、空からの舞ってできる。空からの舞、これはこれ空使っといた方がいいな。空はとりあえず使っといて、でその隙、敵が何もしてこなかったら舞を使えばいい。そうだ、そうすればいい。知らん、舞や。これ空は消える、これ使った場合。それは気になるぞ。あれはさあ食う。もう消えるんかい、いまいちだな使い勝手。てかお前魔法使わなかったっけ。一応回復しておくか。油断させて一気にラッシュをかけてくるタイプかもしれない。油断せずに行こう。修行の日々は続いていく。ちょっと待て、あれ一発食らったら終わりじゃねえかとして、1454、あとレベル1上がればなんとか一発耐えられる。でも足りねえだろこれ、ザコの数が。そもそも足りねえだろこれ、450だったら。どうすればいいんだ今のやつは。今のピエロは、ピエロ対策を考える。まあとりあえず前だ。とりあえずこいつらもう全員ぶっ殺す以外選択しないから。さすがマイよ。てか今かなりいいとこまで行ったからな、さっきの。あれでダメだったらもう。虎が効くかもしれんとしたら。虎とかいう欠陥品に期待を込めるという始末。虎などというもの。あんな虎なんかに頼るようになったらおしまいだよもう、あんたは。魔法防御あげないとな。魔法防御か。どうする、魔法防御。じゃあリボンも外せないからさ、リボンは。いや、リボンってないと絶対話にならんよな、あんなコンフィとかされたら。リボンないと話にならないから、どうしようかな。なんで帰るんだこいつ、ここに来るとなんで帰るんだ。どうしよう、ブラックベルトはでもないとダメだから、どうすればいい。悩み中。なんか魔法防御上げるアイテム出ない。なんかホワイトケープとかでさ、魔法防御上がんないかな。そうやったらブリザード一発耐えられるから。よし、これでやろう。いや、敵復活すればさ、なんとかなるんだけど。復活する、これ復活しないよね多分。もう全員死んでしまった。もうみんな死んでしまった。俺を知る者は誰もいない。そしてこいつ、
もう帰ってくれお前、来ないんだったらもう帰ってくれ。あと704、なんかない？お、そうだそうだ、グリーンベリー、そうだ、途中で拾ったんだこれ、あの水道で装備するの忘れてた。グリーンベレー単純にいけるんじゃない、これ体力上がるよね。おお、ぴったり。まあいいか、これで。じゃあいいか、これで。アクセサリーはどうしよう。まあブラックベルトのリボンがこう最強でしょ。これでいいっしょ別に。よし、いくぞ。でちょっと戦っ、ちょっと削ったらもうハイポーションで常に回復しよう。これはそれでいこう。それまでは基本的にこれでいいや。やめてくれ、それ毒になったらちょっとまずいんだ、やめてくれそれは。あ、もう毒なんねえんだ。殴ってこい、殴ってからハイポーションだ。殴れ、やめんかお前は。クガー、殴ってこい、殴、どうせこんなハイポーションしたって無駄足になるんだから、無駄だ、殴れ、無駄や。いやこいつ殴んないの、そんなに殴んないやつなんだ意外と。さっきはめちゃくちゃ殴ってきたのよ、まあ、どうしたんだよさっきまでの勢いは。よし、これでいい、これでいい、こうだろ、こうじゃないと始まんないって絶対。とにかく食うだ。いやでも食うだ、前の方がいいかな、前の方がいいかもしんないな。おい、まずい、調子づいてるぞこいつ。いや、エクスポーションはちょっと使いたくねえぞ俺は。ハイポーションでなるべく解決したい。サンダー、お前さっきまだどこ行ったんだよ、さっきまだあれは。急に魔法を使うようになったぞ。頼む、もうちょっとやめてくれそれは、もう殴れやお前、もうちょっと。お終わらない予感。ハイポーションか、持ってかれてるハイポーションが。てかめっちゃ無駄なバトルじゃないのかよ。それでいいんだ、それでいいんだよお前は。とにかくこうやって浪費させといてからの、トラ使うかこれなあ。とりあえずトラを使って、開幕トラかもしれん。トラ、トラだとあれがあるじゃん、スリップダメージ。とりあえずトラを使っておいて、トラなんかに期待して俺がバカだった、許してくれ。開演行く。おい重なってるロックと。これはなんとかなるんか、としてひょっとしてなんともならないんじゃないか。うん、もうさ、これ2を使った後に空を使った後にさ、魔法しか使わなかったらもう全部ターンが無駄になるから、舞を使おう。もう舞でいいや、舞で構成を仕掛ける。あ、でもこれ舞っていいでしょ、これまどろこしいことはいらないんだよ、全部舞でいいよ。そしてなるべく殴ってこい、お前はかかってこい。あ、これが、でこういうことされたらもうハイポーション。いや、てか X か、これ X かもしれん、こいつ相当強い、これもう決戦だよ。これはもう後に残さんつもりでいくぞ、後には骨も残らんつもりでいく。ここでもう燃え尽きるぞ俺は。いやマジでこれエリクサーも辞さない構えとしては。こいつはマジで山だ、序盤のいきなりどでかい山が来た。いけー、サンダー、これでも強いもんなサンダーで。あ、でもそうだったサンダー、あれか、グリーンベレーのあのあれが出たか、グリーンベレーのリーが出たな、リガレタ形。もうそ、ドレインやめてくれよ、もう。ドレインが一番嫌なんだよ、それは。ハイポーションや。いや、ドレインはちょっときついぞ。多分2回使われたでしょ、ドレイン。ってことはもうほぼ回復されたってことじゃん。そりゃきついよ。よし、それでいい。前の時間ができた。時間を稼げ、とにかく。もうトラとか二度と使わねえからなんだ。トラだよ。トラってなんだよ。トラってなんだよ。よし。
ないでしょう。これいいんじゃない。これまだハイポーションでいいよね。サンダーうまいな。大してくらんねえし。ハイポーション。よし。間に合った。激戦。ラー使わない頼むぞ。ラーやめてくれよ。ラの力やめろ。ラを乱すな。ラを乱されてこっちにあるの。殴ってこいよ。いや、コンフィ来いよ、お前。コンフィレよ。それでいいんだ。さあ、舞う時か。まだ舞える。私はまだ舞える。マイチャージ完了。てか、普通に必殺剣使うな。普通に使うわ。前の方が全然強い。牙とかよりも。前やばいよ。やったぜ。逃走。安らぎの指輪を手に入れた。まさしく序盤の山だったよ、こいつは。じゃあ、また。